というわけで届きました。ドラム、これがあの例のね、前々回かな、あの黄色のヘッドライトコンバーターつけた回に言ってたブレーキの部品なんですけど、こんな感じで、でビートル詳しい人ならおやっと思ったと思うんですけれど、後年式のビートルってね、このホイール止める穴が4つ穴で PCD130 っていう、このなんていうんですか、この穴の、この穴のね、この中心線のラインが直径130っていうのが、4つ穴で130っていうのが後年式 で僕のはこれ、今回つけたいホイールのピッチで開けたもので、あのブランクスのドラムパネルを購入して、それに PCD120 で5つ穴で、開けてもらったやつがこれです。で、あのブレーキもなんかキーキー鳴き始めてたんで、まあ修理がてら、あのちょっと履かせたいホイールも見っかったんで、そのピッチで開け直したやつです。で、今回履かせるホイールっていうのがちょっとね、まあ、特殊っていうか、履かせてる人はほとんど見たことなくて、これなんですけど、これ一見スチールっぽいっしょ、どう見てもスチールだと思うんですけど、これねアルミなんですよ。めっちゃ軽いんですよ、5キロぐらいかな。で、ホイールサイズが 6.5J の15インチで、まあ、通常ビートルは 4.5J とかなんで、で社外品でだいたい 5J とか 5.5J なんですけど、ちょっとね後ろ太いタイヤ履かせたいなと思って、でまあホイールいろいろ探したんですけど、やっぱねなかなかあの人と被るのも嫌なんで、かっこいいのがなくて、でかつあんまりこうアルミホイールね、主張してんのも好きじゃないんで、いろいろ見てたらですね、こいつを発見しまして、まだちょっと何のホイールかは伏せておきますけど、ある車の純正ホイールです。そんですっごい安いです、しかも、これもいろいろ探してオークションで、4本セットで1万円。このまあスチールの見た目でアルミで、6.5J の15インチでスチールホイールだと、もうもっと重い7キロとか8キロ近くあるのかなになっちゃうんで、これ5キロで、だからコスパで言ったら結構いい、相当いいと思うん でこれをリアにねとりあえず履かせようと思って、今回、ドラムを加工してもらいました。でちょっとねつくのかね、ちょっと試しに今回使うやつは M12 のピッチ、1.5 だったかな、 1.25 だったっけ、これも純正の、ビートルのボルトじゃないです。 M12 の 1.5 じゃないんで、 M14 かな、ビートルは確か。おー、バッチリっすね、バッチリバッチリ、オッケー。続いて PCD がどうなんだろうな。完璧です、バッチリ、いいっすね、いけそう。どうですかね、こうやって見るとパッと見はわからないけど、なんかよく見ると、よく見ても大差ないか。いや、そんなことないな、微妙に違いますね、まあ、多少こっちの方がやっぱ深リムに近い形状なのかな、ちょっとだけリムが幅広い感じ。はい、というわけで、
これを 今度ねつけたいがためにドラムを新品のブランクス買って PCD 加工して、まあ、これがつくようにしたやつを今度交換する作業になるんですけど、まあ、ついでにブレーキパッドとかも交換するんで、ちょっとね今あの本業の方が忙しくてこっちに手かける時間がないかもしれないんで、ちょっと先になっちゃうかもしれないですけど、その間にこいつに履かせるタイヤも一応買っといて、まあ、あの本当に履かせたいタイヤは決まってるんですけど、ちょっとね高いんで、まずまだこれがつくかどうかもわからないので、あのいい感じにつくことは分かってるんですけど、まあ、このタイヤのこのハウスにどういう風に収まるかっていうのがまだ分かんないんで、まあ、とりあえずなんか安いタイヤ買って希望サイズに近いやつでちょっと雰囲気見てみようかなと思って、で、まあ、もしかすると車体側のどっか当たるとかなんかある可能性があるんで、その場合はそれをつどつどちょっと、加工するなり交換するなりしていこうかなと思ってます。まあ、なんかもう気づかれないっすねこれね気づかないっしょ気づ分かんないよね、うん、まあ、気づかれなくていいんだけど、結構どうかな、あのここ見えます、これパイソンマフラーがね、ここに太鼓がいるんですよ。結構このタイヤどんくらいだろう、こんぐらいかな、ピース幅ぐらいクリアランスが、あ、もっと狭いとこもあるな、タイヤの波乱とかもっと狭いんで、うん、一応あのオフセットはねだいぶ計算してこれ買ったんですけど、うん、まあうまくつけばいいなと思います。今回実は、これを買う前に、純正の新品4欠 PCD130 のやつを買ったんですけど、あのね穴がどうしてもその元の130のと被っちゃって、 PCD120 だとどうやっても開けれなくて、それで相談したら、まあ穴埋めて開けれんのかなと思ったら、穴埋めて開け直すのは無理みたいで、なんでブランクスのを買ってくれって言われて、でブランクスの、これ穴開いてないやつね、これを買って、で穴開けてもらったんで、あのもし同じようなこと考えている方は、まあ、俺がねちゃんとチェックすりゃよかったんですけど、チェックしたんですけど開けれると思ったんですけどね、なんか測り間違えたのかな、うん、で、新しくブランクス買ったんで、同じことを考えている人はね、あのこのピッチのこう重なり具合をよくチェックして、買ってください。で、同じ、例えばこれ同じことやろうとした場合は、あの130のドラムに120の合結は開けれないので、要チェックで、多分誰も真似しないと思いますけど、まだあとでも買うもんが、あとタイヤもあるし、ブレーキシューは買ったんで、ブレーキシュー買ってあるし、あとは大丈夫かな、まあサクッとできたらまた動画アップしますんで、ではまた。